バーバラ・ゴードンは DC コミックスの出版するアメリカンコミックバッドマンに登場する架空のスーパーヒロイン。ウィリアム・ドージーとジュリアス・シュワルツ、カーマイン・インファンティーノによって創造され、1967年に登場した。ウィリアム・ドージーが発案し、ジュリアス・シュワルツとガードナー・フォックス、カーマイン・インファンティーノによって創造され、デテクティブ・コミックス359で、 ジェームズ・ゴードンの娘で、コッサムシティの図書館司書として初登場した。バットガールとして活動し始めた頃、ブルース・ウェインが、キラー・モスに襲撃されたところに遭遇し、バットマンと出会う。バーバラは、バットマンファミリーの一員として、当時のロビンであるディック・グレイソンと共に活躍した。1988年の、バットマンキリング・ジョークでジョーカーに撃たれ、下半身不随の重傷を負い、 スーサイドスクワット23でコンピュータを駆使して、バットマンやヒーローたちをサポートするオラクルとして再登場した。その後は、ブラックキャナリーとバーズオブプレイを結成し、バットガールの役割はカサンドラ・カイニア、ステファニー・ブラウンに受け継がれていった。2011年にバーバラはリハビリを経て、バットガールに復帰した。ゴッサムシティ近郊のバーンサイドを拠点として、新生バーズオブプレイや バットマンファミリーと共に活躍している。小学館集営者プロダクション。2016年9月28日発売。タイニー・タイタンズ・ DC コミックスのサイドキックたちが小学生となった日常を描いた作品。リル・ゴッサム・バットマン関連のキャラクターたちが3、等身になったシリーズ。アメコミ・ガールズ・ DC コミックスの女性キャラクターを日本のアニメ風にデザインしたシリーズ。 DC コミックスボムシェルズ DC コミックスの女性キャラクターをピンナップガール上にアレンジしたシリーズ。ゴッサムシティガレージ DC コミックスの女性キャラクターとオートバイを組み合わせたシリーズ。バッドマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲演、アリシア・シルバーストーン原作の設定を継承しているが、名前はバーバラ・ウィルソンとなっている。ダークナイト演、ハンナガン・ジェームズ・ゴードンの娘。 バーバラゴードンとして登場。まだ少女であり、母親や弟と共にトゥーフェイスの人質に取られてしまう。レゴバットマン・ザ・ムービー製ロザリオ・ドーソン、日本語を吹き替え、沢城みゆきイボンヌ・クレーグ・バットガール、会長人間バットマン縁、イボンヌ・クレーグ本名、バーバラゴードン。ジェームズ・ゴードンの娘、父親には自分がバットガールであることを秘密にしている。 寝室にバッドバイクを隠していて事件が起きると、コスチュームを着てバイクに乗り出動し、バットマンとロビンと共にアクションを展開し、またピンチに陥ることもある。ゴッサムシティエンジェルエンディなメイヤージョーカーにより、多くを失い、自身も下半身不遂となってしまっている。ニューゴッサム高校教師として働くと共に、オラクルとしてヒーローをサポートする。バットマイセイ・メリッサギルバート。 日本語吹き替え。林原名ミザニューバットマンアドベンチャーズ星。タラストロングバットマンザフューチャーセーストカード、チャニング。日本語吹き替え。サタオカサユリーゴスサムガールズ星。タラストロングザバットマン星。ダニエル・チュドビッツ。日本語吹き替え。山川琴みバットマン。ブレイブボールド星。メイホイットマン。日本語吹き替え。山川琴みヤングジャスティス星。アリソン・ストーナー。 日本語吹き替え。山川琴美スーパーベストフレンズフォーエバー製、タラストロング DC。スーパーヒーローガールズ製、メイホイットマン。アシュリンセリック。日本語吹き替え。中村千恵バットマンサブゼロ凍りついた。愛生、メアリー・ケーバーグマン。日本語吹き替え。林原めぐみバットマンザ・フューチャー蘇った。ジョーカー製ストッカード。チャニング。日本語吹き替え。 サダオカサユリ40年前の回想シーンでは、タラストロングが声を担当。バットマンキリングジョーク製タラストロングバットマン VS ティーンエイジミュータント忍者タートルズ声、レイチェルブルームインジャスティス、神々の激突性、キンバリーブルックス対戦型格闘ゲーム。DLC 追加プレイアブルキャラクターとして登場。バットマンアーカムアサイラム性、キンバリーブルックスバットマンアーカム指揮 キンバリー・ブルックス・バットマン・アーカム・ビギンズ・越え、ケルシー・ランズ・ドーン・バットマン・アーカム・ナイト・セイ、アシュリー・グリーン、日本語吹き替え、有りがゆ子。ありがとうございます。